お前、異動だから。部長のその言葉は突然すぎた。部長が俺を気に入らないことは知っていた。ひどい扱いも受けている。部長は俺をさらにひどい目に遭わせようと俺を移動させるつもりだ。普通、本店から支店へ移動させられれば辛いこと。でも、これは部長を見返すいいチャンスだ。俺はやれるだけやってやる。今に見てろよ。俺の名前は佐伯。25歳の営業マンだ。新卒で今の会社に入り、5つ年上の先輩で、山岸さんという人に営業のノウハウを教わった。山岸さんは営業成績もトップクラスで、頼れる兄貴分だったのだが、ある日突然、支店に飛ばされてしまったのだ。どうやら部長と折り合いが悪かったらしく、詳しくはわからないが、何かで部長に反論したら、とうとう部長の怒りを買って異動になったと噂になった。部長は社長の親戚だそうで、何かと力を持っているし、それを知っている頭のいい山岸さんが、後先考えずに部長の怒りを買うなんて思えなかった。ただ、俺が山岸さんの営業用の電話は、すでに普通になっていたし、プライベートの電話番号に連絡しても、全く連絡がつかなくなっていたので、俺は詳しい事情を知らない。何も言わずにいなくなった山岸さんに裏切られたとすら思っていたのだ。俺は部長に目をつけられないよう、当たり障りなく仕事をしていた。しかしついこの間、大手企業との商談を部長に相談したところ、お前には無理だ、の一点張りで部長に案件を取られそうになった。俺はなんとか自分で制約を取りたくて、せめて補佐に就かせてほしいとお願いしたのだが、部長は首を横に振る。そしてその案件は部長のお気に入りの営業に回されてしまったのだ。俺はそれ以来仕事に身が入らなくなっていた。うちの会社は食品関係で、加工食品なんかを扱う企業だ。俺の勤務先は本社だが、他に支店が2つある。最近、山岸さんが飛ばされたという支店が、かなり売り上げを上げてきていて、本社からも注目を浴びているのだ。本社から支店に左遷された人も何人かいるそうだが、ほとんど続かず辞めてしまっているらしい。聞いた話によると、どちらの支店もかなりの田舎にあり、本社で快適に暮らしていた人にとって田舎暮らしはきついという。俺の祖父母は田舎で農業をやっていたので、なんとなくどんなところか想像がつく。まあこの都会から電車も通っていない、バスもほとんど走っていない場所に移動になったら、辞めたくなる人も多いだろう。左遷なんてそうそうある話ではないのだが、部長に目をつけられると自主退職に追い込まれるか左遷されるという噂がある。山岸さんも左遷されたそうだし、その噂は大方本当のことだろう。だからみんな部長には逆らわない。部長は自分は慕われていると思っているようだけど、実際にはみんな左遷されたくなくて部長の機嫌を取っているだけだ。俺はもともとなるべく近寄らないようにしていたけど、大きな案件を取られて以来部長を避けている。するとある日、部長に呼び出された。この間の案件確実だと言っていたのに、先方から断りの連絡が来たぞ。どういうことだ。部長はいつにも増して威圧的な態度だ。それは俺が何度も通って商談にこぎつけたのに、いざ商談になったら俺が外され、違う担当が来たのだから先方だって疑問に思うだろう。先方の担当者から俺に連絡が来て事情を話したところ、同情されてしまったのだ。先方の担当者も昔上司に嫌がらせをされたことがあるらしく、俺の話を聞いて、他の担当になるのなら商談は白紙に戻すと言っていた。
もともと先方にとってはどちらでもいいというスタンスで、俺が担当であれば取引してもいいと言ってくれていたのだ。でもそれをすべて部長に伝えても俺にメリットはないと思い、どういうことかと言われても私には分かりかねますと答える。部長は俺を睨みつけ、お前は俺や他の社員に恥をかかせたんだぞ、どう責任を取るつもりなんだと言ってきた。それは商談が失敗だったから恥をかいたということですか？でしたら営業なんだからそんなこといくらでもありますよね。俺はだんだんと部長にイライラしてきて反論してしまう。すると部長は鼻で笑った。お前、異動だから。あまりに唐突な言葉に、さすがに俺も、え？と声を上げる。部長は俺を見下したような笑いを浮かべながら、明日からど田舎の支店に異動な。せいぜい頑張れよ。と言う。明日からですか？俺が聞き返すと、そうだ、もうお前はここに必要ない。前々から気に入らなかったんだ。と言ってきた。部長に気に入られないと本社に残ることもできないのか。まあ仕事は好きだけど、俺もこんな部長の下で働くのは嫌だ。転職するくらいなら移動して、一度新しい場所で働いてみてもいいかもしれない。ただ素直に左遷されるのは面白くない。俺はせめて部長に何か言ってやろうと考え、どうなっても知りませんよと言った。実際俺はそれなりの営業実績がある。地道な営業活動をしてきたので、担当が俺だからと取引している会社もあるくらいだ。俺の自信過剰かもしれないが、それだけ誠実な仕事をしてきた自信はある。部長は俺の仕事ぶりなんてろくに知らないし、はーっと笑ってきた。俺はその顔を見て、より一層腹が立ち、逆にやる気が湧き上がってきたのだ。今に見てろと思っていると、部長が。前にお前とは違う視点に左遷したやつ、山岸だっけ？あいつがいなければお前はもっと早く移動させる予定だったのにな。と言った。どういうことだ？部長は俺を見て、知らなかったのか？と前置きをして続ける。山岸がお前を守っていたからな。山岸さんがいる頃、俺はいくつか大きな案件を取ってきて制約につながっている。部長の話を要約すると、部長が横取りをしようとしたが、それを山岸さんに止められていたということだった。社内には派閥のようなものがあり、俺や山岸さんは派閥に入っていなかった。部長は自分の派閥にいる部下を可愛がって成績を上げさせようとしている。山岸さんは派閥をよく思っていなかったので、派閥に入っていない俺のことをずっと守ってくれていたそうだ。そんなこと一言も言われなかったのに、山岸さんは、佐伯は後ろ盾なんてなくても誠実に仕事をしてしっかり契約を取ってきますよ、と俺のことを部長に言っていたらしい。部長は俺に向かって言った。山岸という後ろ盾をなくしたお前はただの平凡な営業になったな。お前をかばって左遷された山岸がかわいそうだわ。その言葉を聞いて山岸さんに裏切られた。なんて一度でも思った自分が恥ずかしくなる。俺は肩を落としてきびすを返したが、その様子を左遷になってショックを受けていると周りには捉えられたようだ。俺が左遷されたことがわかると、他の社員は哀れんだ目や好奇の目で見てくるが、誰も声をかけてこない。自分にもとばっちりが来るのを避けるためだ。俺は社内のこんな体質も嫌いだった。山岸さんがいた時は、山岸さんを中心に社員同士の交流もあったが、いなくなった途端仲間意識なんてなくなった。
振り返ると山岸さんはすごい人だったのだと思う。翌日、俺は支店に異動になった。翌日から異動と部長が言ったことが通ってしまうなんてとんでもない会社だなと改めて思う。だがしかし、今の俺には目標がある。俺は緊張しながらも支店に向かった。昨日は定時で上がり、ひとまず何泊かできる用意をし、そのまま現地のホテルに泊まった。引っ越すのは後日にする予定だ。土地勘のない場所だったので、早くホテルを出たら、出勤時間よりかなり前に着いてしまった。支店の周りには、他の会社の営業所もちらほら見えるが、ほとんどが畑だ。スーパーやコンビニへは車で15分ほどで、バスは1時間に1本。車を持っていない俺は、その数少ないバスに乗り出勤した。俺が支店に着くと、物珍しそうな目で見てくる、社員と思われる年配の男性がいる。本社で後期の目にさらされたことを思い出し、ここも同じか、と落胆した。しかし、その男性は気さくに話しかけてくる。君が本社から来た佐伯くんですね。もしかしてバスで来たの？大変だったでしょう。にっこり笑ったその人は、なんと支店長だった。俺が慌てて挨拶をすると、ここは田舎でのんびりしてるんですよ。何か困ったことがあったらすぐに声をかけてくださいね。と言われる。他の従業員も出社してくると、本社の雰囲気とは違い、みんなが楽しそうに仕事をしていることに俺は驚いた。昼休憩に入ると、弁当を持ってきていない俺を、支店長が自分の車で近くの定食屋に連れ出してくれる。そこで支店長は会社の周りの農家の人たちとあまりうまくいっていないことを教えてくれた。周りの農家は近くの道の駅でも販売しているらしく、評判がいいので、うちの会社の仕入れ先としても交渉したが、信用できないと断られてしまったそうだ。俺はそれを聞いて、農家の人たちに興味を持った。うちの祖父も新しく取引したいという人が来ると、まずは警戒していたからだ。俺は支店長に、祖父母が農家をやっていたことを話し、ぜひ周りの農家に挨拶をさせてほしいと言った。支店長はうなずく。翌日から俺は支店長と一緒に周りの農家の様子を見に行った。農家の人たちは取引はしないと一点張りだったが、俺が祖父母の農家の手伝いをしていた経験を生かして手伝い、通い詰めると、だんだんと話をしてくれるようになる。すると、この辺りの農家は以前、大手企業と契約していたが、仕入れ値は下げられるし、納品するために作っていたものを、いきなりいらないと言われるし散々だったという。だから企業との契約はしたくないと言っていた。事情を汲んだ俺は、それなら、と別のリサーチを開始。俺がとある企画書を出すと、支店長の了承が得られた。俺はここに移動してきて、昼食を買うのにいつも困っていたので、移動販売のできるお店があれば助かると思ったのだ。支店の従業員にも聞くと、今まで思いつかなかったが、近くでお弁当が買えれば、毎朝自分の弁当を作らなくて済むし、夕飯に買って帰ることもできると賛同を得られた。地元の飲食店では、移動販売に興味があるという店もあり、農家の人たちにもその話をすると、地元の飲食店へ納品するのは問題ないと言われたのだ。俺は本社にいた頃のつてを使い、移動販売に必要なキッチンカーの用意や、容器包装などの仕入れ先を選定。他の従業員のおかげで出店したいという人も見つかり、キッチンカーをレンタルする契約で、数ヶ月後には移動販売を開始した。すると、思った以上に話題になり、同じように移動販売をしたいという店と契約し、その数を増やしていく。それに、お弁当だけでなく、
新鮮な食材が家の近くで手に入ったら嬉しいという声を聞き、農家から仕入れた野菜を移動販売で売るという事業も増えた。俺は移動販売の利用者だけでなく、会社の近くの農家からも感謝されたのだ。そして俺はこのおかげで営業成績が全社1位となった。支店のみんながお祝いしてくれたが、これは俺の力だけではなく、全員の力で勝ち取ったものだと言うと、支店長が泣きながら、佐伯くん、君はなんてできた子なんだ。と言う。支店長、泣きすぎですよ。というヤジが飛び、従業員が笑顔になる。俺はずっとこんな職場で働きたかった。でも、そんなことを今言うと、支店長がもっと泣いてしまいそうだったので、俺は心に留めたのだ。しばらくして、俺は社内で表彰されることになり、リモートで行われる全体会議でスピーチをすることになった。すると、なぜか本社の部長から俺宛に電話が来た。お前まだ辞めてなかったんだな。と、嫌味っぽい部長の声。でも俺は笑顔で言った。辞めるなんてとんでもない。移動させてもらったこと、むしろ感謝しています。俺の明るい声に部長は引いたように。そうか。まあお前みたいな田舎者には田舎が合ってたってことだな。と、冷ややかに言う。何の用かと聞くと、俺に感謝しているのなら、全体会議のスピーチできちんと俺への礼も述べるんだぞ。そうすればますます俺の株が上がる。と答えた。俺はうなずく。わかりました。部長のこともお話しすればいいんですね。そう言って電話を切る。そして全体会議の日。俺は今まで全体会議に出席したことはなかったのだが、なんと別の支店にいる山岸さんの姿もあった。もちろん部長の姿もあり、なんだかニヤニヤしている。俺は自分を奮い立たせた。部長の思い通りになると思ったら大間違いだ。俺のスピーチの順番が来ると、まず今回の事業内容の報告をした。企画は俺だが、支店の全員が一丸となって出した結果だと告げる。そして、俺がここに来た経緯について話し始めた。最初、部長はうんうんとうなずき、ニヤニヤしていたのだが、俺が、部長は私の案件を横取りし、他の人間に任せようとしました。結果それが失敗し、私は部長の一声で左遷されることになりました。と言うと、部長の表情が変わる。それに、私に営業のノウハウを叩き込んでくれたのは山岸さんです。山岸さんは部長から、私を含めた後輩たちのことを守ってくれていたそうですが、部長に左遷されました。私的な理由で部長が部下を左遷する。こんなことがまかり通っていいのでしょうか。と言うと、部長は明らかに動揺し始めた。俺が部長を告発すると、画面越しにうなずいている人もいる。役員が部長に問いかけると、部長はおろおろして、次の瞬間にはオフラインになった。数時間後、なんと一人の役員が部長を連れて支店まで飛んできたのだ。実は部長のパワハラが社内で発覚し、調査をしていたところだという。部長が左遷させた人たちは、自ら移動したいと申し出たことになっていたらしい。でも実際は、誰もそんなことは言っていないし、部長が勝手に移動させていたということだ。支店はなかなか人が定着せず、いつも人手不足だったので、移動願いの承認はすぐに降りていたらしい。それに、俺が移動したのは部長に言われて翌日だったが、移動願いが出されていたのはもっと前で、部長が申請していたそうだ。部長はギリギリで伝える方が俺が困るのだろうと思ったのだろう。役員は部長が社長の親戚ということで、多めに見ていたのは事実、と認めた。
しかし最近になって部長のパワハラが明るみに出て、これ以上は見逃せないと調査に踏み切ったという。何か部長に言いたいことはないかと問われたので俺は答えた。部長の下で働くよりここに移動してよかったと思っています。でも私が一生懸命取ってきた案件を横取りし、私の仕事をすべて否定していましたよね。部長の下を離れると部長のやっていたことの異常さが分かりました。部長は悔しそうな顔で俺を睨み、役員がいるにもかかわらず、お前が俺をコケにする気か？ただお前の仕事ぶりが悪かっただけだろ、と怒鳴る。俺に言われたことが相当悔しかったのだろう。俺はさらに反論した。私の仕事ぶりが悪いのなら、今回のような結果は出せなかったと思います。以前から私が担当していた企業とも協力していますから、今までの私がしてきた結果と、支店の皆さんの力が今回の表彰につながったと思います。隣でずっと話を聞いていた支店長も、そうですよ、佐伯くんの仕事ぶりを否定するなんて出来の悪い上司ですね、と言った。部長はテーブルを叩き、うるさい、と言うと役員に咎められ連れて行かれた。その後部長は降格し、支店に異動になったそうだ。異動先は山岸さんのいる支店で、なんと山岸さんの部下になったらしい。実はあの後、山岸さんからも連絡が来て、何も言わずに異動して申し訳なかったと言われた。今、元部長は支店でろくに仕事ができず、毎日誰かから注意を受けているそうで、辞めるのも時間の問題かもしれないと山岸さんが笑っていた。俺は支店での勤務が性に合っていたようで、今も楽しく働き、さらに成績を上げている。今度、久しぶりに山岸さんと会う予定だ。誤解が解けて本当に良かった。おっさん、そこをどいてよ。懇親会の会場で、わざわざ俺を押しのけてきたのは、取引先の部長の息子だ。こいつは以前から周りの人間をバカにしている。特に自分より年上の人間に、自分は部長の息子なのだからと言うことを聞かせるのが楽しいらしい。そこのワイン取って、と俺に言ってくる。そしてこのワインが事件の発端となった。俺は必ずこいつに後悔させてやる、そう誓ったのだ。俺の名前は直樹、45歳で和菓子屋の社長だ。代々続く和菓子屋で、数年前に父が引退したので俺が継ぐことになった。父の代から俺は少しずつ時代に合わせた和菓子を作るようになり、今ではバレンタインやクリスマスなどのイベント用にも和菓子を作っている。近所の洋菓子屋は混んでいるのに、和菓子屋のうちは閑古鳥が鳴いている。なんて状況が悔しくて、いろいろと模索したのだ。結果、時代に合わせた和菓子で、うちは地元の土産ランキングにも名前が載るようになった。一時は存続も危ぶまれていたが、うちは持ち直すことができたのだ。そんな中、地元のデパートから声がかかった。いくつか和菓子屋がテナントに入っているが、売り上げが思わしくなく、入れ替えを考えているという。光栄な話ではあるが、俺は一度断った。うちは手作りにこだわっているので、これ以上は職人に負担がかかると思ったからだ。しかし、テナントを仕切っているという部長の上野から、どうしてもと何度も頭を下げられ、小規模でいいならという条件でテナントに入ることになった。数量も限定にしているので、これがなかなか買えないと逆に話題になり、随分と売れ行きは良かった。おかげでうちの知名度も上がってはいるが、俺は未だにこのデパートへの出店はしなくてもいいと思っている。というのも、このデパートは同族経営で、俺に声をかけてきた上野部長は、
社長の弟らしい。上野部長はまだ無害なのだが、上野部長の息子の大輔がとんでもなく横暴な人間らしい。俺は会ったことがないのだが、店のスタッフからいろいろ話を聞いている。大輔は30代で、俺は部長の息子だ、と威張るタイプのようだ。このデパートが同族経営でテナントを仕切っているのが上野部長というのは周知の事実なので、その息子の大輔に面と向かって何かを言うテナントの人間はいない。それをいいことに話題になっているうちの商品を数量限定なのに大輔がほとんど買い占めてしまった。なんてこともあった。対応したスタッフがお客様のためのものだと言ったそうだが、うちが経営しているデパートだぞ。テナントのお前らが口答えするのが?と言われ、仕方なく販売したという。パーティーだかなんだかに持っていくと言っていたそうだが、事前に言ってもらえれば別に対応したのに、どうしてそんなことがわからないんだろう。季節限定商品を買い占めたこともあり、さすがに俺は上野部長にも言ったのだが、あいつは俺の言うことなんて聞かないんだよな。と言うだけで対処はしてくれなかった。上野部長は社員には厳しいらしいが、身内には甘いようだ。地元企業同士うまくやっていこうと思っているのに、こんなことばかり続いている。そんなある日、上野部長から連絡があった。デパートの関係者を集めて懇親会を開くという。地元の食品を集めた物産展がデパートで開かれたのだが、それが成功したからということらしい。特にうちはその中で売り上げが1位だったので、壇上で挨拶してくれと言われた。思うことはあったが、光栄なことなので、ひとまず俺は引き受けることにした。そして懇親会の当日。直樹さん、今日は挨拶もよろしくお願いしますよ。と上野部長に迎えられた。しかし会場に入ると、我が物顔で振る舞う男の姿がある。立食パーティーだったので、俺はテーブルの近くに立っていたのだが、男はわざわざ俺のところに来て、おっさん、そこどいてよ。と言ったのだ。俺が眉間にシワを寄せると、男は鼻で笑い。俺、ここの上野部長の息子だから。と言う。ああ、こいつが大輔か。俺は男の正体を知って納得した。聞いていた通り、随分と横柄な態度だ。ここにいるのは基本的にテナントの人間だが、部長の息子である大輔は、自分の方が偉いと思っているようである。周りにいるテナントの人たちに対しても、食べ物を持ってこいだとか、椅子を用意しろだとか、偉そうに指図している。大輔に逆らえるような人はいないようで、みんな言いなりだ。なんだよあれ。と、ひそひそ話が聞こえてくるが、いつものことだよ。と、諦めたような声も聞こえる。大輔はどこのテナントにも、こんな態度なのだろう。特に自分よりも年上の人間に、俺、部長の息子だよ。と、脅して言うことを聞かせるのが面白いらしい。見ているだけでも不快だ。うちの店のスタッフによると、大輔はうちの商品が好きらしい。だから、限定品が発売されると買いに来る。それはいいのだが、ほとんどが数量限定の商品で、しかも開店前に来ることも多いそうだ。スタッフから話を聞いて以来、俺も時間のある時は行っているのだが、店で大輔に会えたことはない。会ったらガツンと言ってやろうと思っているのに、たまたまなのだろうけど、俺がいる時には来ないのである。なので大輔のことは話に聞くだけで、今日初めて顔を見た。おそらく大輔は俺が誰だか分かっていない。とにかく自分より年上っぽい人間を見つけては自分に従わせようとしている。
何が面白いのか俺には全くわからない。大輔は性格が曲がっているのだろう。テナントは立派な取引先なのに、そんな相手をおっさん呼ばわりして自分に従わせている。懇親会が始まっているというのにやりたい放題だ。俺がため息をついていると大輔がこちらを見た。そして、おっさん、そこのワイン取ってと言ってくる。大輔の言う赤ワインは俺の目の前にある。懇親会も始まっているし、とりあえず穏便に済ませ、霧のいいところで大輔に話をしよう。そう思い、俺は赤ワインを注いだグラスを大輔に渡す。どうぞ。大輔はグラスを受け取ると、おっさん、神器臭い顔してるなと言ってきた。先ほどからワインを持ってこさせては飲み干しているし、まだ懇親会も始まったばかりなのに相当酔っ払っているらしい。横柄な態度に拍車がかかっているのだろう。そう思った次の瞬間、おっさんも飲めよと言った大輔がグラスの中の赤ワインを俺にぶっかけてきた。あまりに突然のことに俺は驚きすぎて固まってしまう。するとそれを見た大輔が大笑い。おっさん、面白い顔するな。周りもぎょっとした顔でこちらを見る。おしぼりを渡してくれる人もいた。赤ワインなので遠目にも目立っているようで、周りがざわつき始める。大輔は俺を見て、俺、今度イベントの企画をするんだ。おっさんのところも仕事欲しいだろ?と笑ってくる。赤ワインをぶっかけておきながら、どういう神経をしているんだ?俺は込み上げる怒りを抑えながら黙っていると、大輔はまた笑いながら言ってきた。おっさん、どこのテナント?そんな神器臭い顔のおっさんがいても売れないよ。しかし惨めだな。いい大人がワインをかけられても我慢しなきゃならないなんて。底辺の人間は大変だ。俺みたいな勝ち組とは違う。大輔は俺が黙っているのは仕事が欲しいからとでも思っているのだろう。調子に乗ったのか大輔は続ける。ああ、おっさんに合いそうなゴミみたいな仕事やろうか?その言葉に、さすがに俺は大輔を睨みつけた。ゴミみたいな仕事ってなんだよ。みんな仕事に誇りを持っているのに、ゴミみたいな仕事なんかあるのか?そう言ってやりたかったが、懇親会をぶち壊すわけにはいかない。睨むだけで我慢していたのだが、内心激怒していることが周りに伝わったのだろう。どこかのテナントの人が、直樹さん、あっちに行って着替えませんか?と言ってくれたのだが、大輔は睨みつけた俺が気に入らないようだ。大輔は俺に向かって、俺を睨みつけるなんていい度胸だな。おっさんの名刺もらってやるから出せよ。と偉そうに言ってきた。俺はもう一度大輔を睨みつけて、今から挨拶なので結構です。と言い、壇上へ向かった。歩き出した俺を、え?と言って目で追う大輔。進行をしている上野部長に呼ばれたのだが、赤ワインが滴る俺を見て、上野部長は驚いている。直樹さん、それは。と、上野部長が言うので、俺はマイクの前に立ち、あなたの息子さんにワインをかけられまして、と答えた。上野部長は一瞬で真っ青になる。え、息子が?そんなバカな。そう言われたが、俺はため息をつきながら、そうですね。普通はそんなバカなことしませんよね。とだけ告げた。俺は、こんな格好で申し訳ありません。と言いながら、今回の物産展での売り上げ1位の挨拶をした。上野部長は青い顔のまま俺を見ている。大輔は遠いのでよくわからない。そして当たり障りのない挨拶を終えた俺は。ですが、今月末で切れるテナント契約は更新せず、
今後御社からのご依頼は一切受け付けないことを決めました。と付け加える。会場にはどよめきが起こった。上野部長は青い顔で慌てて。待ってください。一体どういうことですか?と言ってくるので、俺は口を開いた。部長の息子の大輔さん、ちょっとこちらに来ていただいてもよろしいでしょうか?大輔はデパートのお偉いさんらしき人に連れられて、壇上の方へ歩いてくる。俺はそれを見ながら言ってやった。大輔さんがどのような仕事をしているのか、どのような立場かはよく存じませんが、テナントを仕切っている上野部長の息子だ、と威張り散らし、うちの店も迷惑をかけられています。特に数量限定の商品を開店前に買い占めるなんて信じられません。これについて上野部長はどう思われますか?上野部長は答える。それは確かに信じられない行為です。息子の行動を知らずにご迷惑をおかけして。俺は上野部長の言葉を遮った。知らなかったと言い訳するつもりですか?私は上野部長にも報告し、どうにかしてほしいと訴えました。それなのにあなたは自分の言うことは聞かないからと言うだけでしたよね。上野部長の顔がますます青ざめる。俺は大輔を見て続けた。ただ部長の息子と言うだけで何の権力もないあなたが取引先をおっさん呼ばわりして顎で使うというのはどういうことなのでしょうか。大輔は酔っ払った顔をして、おっさんをおっさんと言って何が悪いんだとヤジを飛ばしてくる。俺は笑った。あなた、まだ自分の立場を分かっていないんですか?私はこのデパートに出店したいわけではありません。上野部長がわざわざ出店してほしいと頭を下げに来たんです。でも、あなたの行動には以前から腹が立っていました。いい機会なので、もう二度とあなたと関わらなくていいように、このデパートからは撤退します。そう言うと大輔は鼻で笑う。まさかあんたがあの店の社長だったなんて知らなかったよ。でもな、俺はお前の店の商品をいつも買ってやってるんだぞ。俺は呆れる。今後は買っていただかなくて結構です。うちの店はあなたへの販売を拒否します。あなたのようにお客様のことを考えられない人間がいるデパートなんかと付き合いたくはありませんよ。すると上野部長が大輔の頭を無理やり下げさせた。申し訳ありません。このデパートには御社の和菓子が必要なんです。俺はすかさず、うちにはこのデパートは必要ありませんから、と答える。そして大輔に向かって、あなたは何か勘違いしているようですが、私たちは取引先ですよ。あなたの言うことを聞かなきゃいけない立場ではない。あなたは出店させてやっている、と思っているようですが、こちらにだって拒否権はありますから、立場は対等なんですよ。と言った。大輔はムッとした顔をする。上野部長は、おっしゃる通りです。と言ってくるが、俺は反論した。でしたら早々に息子さんを教育するべきでしたね。息子さんのテナントへの態度、知らなかったはずないでしょ?あなたも同罪です。すると会場からはポツポツと拍手が聞こえてきた。そうだそうだという声も聞こえる。他のテナントの人たちがよく代弁してくれたと言わんばかりにうなずいていたのだ。その拍手は次第に大きくなり、上野部長だけでなく、社長や役員と思われる人たちも唖然としていた。うちも今月で契約が切れるので更新はしません。と他のテナントも声を上げる。上野部長は、そんな困りますと声を上げるが俺は答えた。あなたが困ろうと知ったことではありません。今から他のテナントを探すべきですね。まあ地元密着型のデパートが地元企業の評判を落としたらどこまでやっていけるかわかりませんけど。この事態にさすがに大輔もまずいと思ったのだろう。
上野部長と一緒に頭を下げるが、言葉は出てこないようだ。大輔さん、何か言うことはないんですか？俺が問いかけると、大輔はしぶしぶと口を開く。申し訳ありませんでした。その声はとても小さい。俺はため息をついた。皆さんに聞こえなきゃ意味がないですよ。謝る気がないならそんなポーズはやめてしまえばいい。失った信頼を取り戻すのは大変だということを身をもって知ればいいんですよ。では失礼します。そう言って俺は会場を出ようとすると、他の参加者も続々と会場を後にした。中には唖然とする大輔や慌てる社長、参加者を追いかけようとする上野部長が残っただけだ。会場を出ると、よく言ってくれたと声をかけられる。撤退の時期を伺っていたというテナントもいた。みんな同じ思いをしていたのだ。しかし、あの時の拍手は気持ちのいいものだった。大輔や上野部長にも仕返しができたし、他のテナントの人たちもすっきりとした顔をしている。その後、上野部長から謝罪の連絡が来たが、もちろん俺は取り合わなかった。デパートへの出店はなくなったが、本店への来客が増え、うちとしては売り上げに影響はない。デパートで働いていた従業員は、今は本店で働いてくれている。あの懇親会の後、デパートから撤退する店が相次ぎ、今あのデパートは閑古鳥が鳴いているという。懇親会で知り合った人たちの情報によると、上野部長がテナントを探しているらしいが、懇親会の噂が広まり、どこも入ってくれないそうだ。デパートは衰退の一途をたどっているので、潰れるのも時間の問題だろう。そんな中、大輔が帽子をかぶり、メガネをかけて本店にやってきた。どうやら変装をしているつもりらしいが、バレバレだ。変装したら俺にバレずに和菓子が買えると思っているのだろう。俺が、大輔さんですよね。あなたは入店禁止です。二度とここに来ないでください。と言うと、誰のことですか？俺はお菓子を買いに来ただけの客ですよ。と、しらを切った。別人を装っているようだが、どうして騙せると思っているのか。すると裏から職人が二人出てきた。大輔は職人たちを見ると目を見開き、すみませんでしたと言って逃げ出したのだ。この二人は和菓子職人には似合わないマッチョ体型、そしてこわもてである。大輔のことは話してあったので、俺が揉めているのが見えて出てきてくれたらしい。確かに俺でもこんな二人がいきなり出てきたら怖いと思う。職人たちは、ナオキさん、また来たら俺たちが対応しますよと笑った。こんなこわもてなのに優しいし、繊細な作業が得意な自慢の職人たちだ。一年も経つと、あのデパートはついに閉店した。当然の結果だ。あの懇親会で出会った他の店とは、今も付き合いがあり、地元の名産品のイベントを企画している。うちの商品をもっと広められるチャンスなので、気合を入れているところだ。お宅のイチゴはもう古いんだよね。いつもの納品先に収穫したばかりのイチゴを運ぶと、そこの支配人にいきなり声をかけられた。この人が支配人になってからろくなことがない。さすがに俺にも我慢の限界がある。だったら言う通りにしてやるよ。どうなるかは知らないからな。俺の名前は翔太。35歳で両親と一緒に農業を営んでいる。俺には7歳年下の妹がいるが、自由奔放で畑は俺に任せると言い、都会に出たまま帰ってこない。昔は俺が両親を手伝う形だったが、父がそろそろ世代交代してくれと言うので、今は俺と妻が中心となり経営している。うちは主にイチゴを作っていて、ブランドイチゴとして地元では有名だ。
納品先は道の駅やホテルなどが多い。中でもこの辺では一番有名な高級ホテルではブランドイチゴができた12年前から使ってもらっていて好評だ。しかし最近ここの支配人が変わり、木村という男になってからはなんだか雲行きが怪しい。これもっと値段下げてくれない?というのが初めて会った時の言葉だった。ホテルの従業員によると、木村は系列のホテルから来た人らしく、経費削減で利益を上げ、その才能で高級ホテルの支配人に抜擢されたんだそうだ。でも、そのやり方がこの高級ホテルには合わないようで、サービスが悪くなったというお客様の声が増えているらしい。ホテルの従業員も、いつ人件費削減の波に飲まれるかわからない、と嘆いている。そんな支配人なので、値段を下げろと言われても仕方ないのかもしれない。ただ、前の支配人が、うちのブランドイチゴを見つけてくれ、まだ名の知られていない当初から使ってくれていたので、その恩もあり、他に卸している価格に比べたらはるかに安い。うちとしてもギリギリのラインだ。そう説明をすると、木村はため息をついた。オタク、自分が納品してやってるなんて思ってない?そんなことを言ってきたので、俺は慌てて否定する。木村は50代くらいのようで、俺のような年下の人間を舐めているのだろう。仕入れてやっている。という態度が透けて見える。自分がそう思っているから納品してやってるなんていう言葉が出てくるに違いない。木村はため息をつきながらもチラシを持ってきた。恒例のいちごビュッフェまたやるから、それに合わせて300万円分発注するわ。ちょっとぐらいおまけしておけよ。俺はうなずいて、わかりました。契約書の内容はいつもと同じでよろしいですか?と言うと木村は、ああとうなずいた。以前近所の農家で納品先がいきなり納品を断ってきたという事例があり、それ以来、ここのあたりの農家ではきちんと契約書を交わし自営することにしている。他の業種だと当たり前と思われるのだろう。今までの支配人ならともかく、木村が相手だとしっかり備えておきたい。後日ハンコももらい、しっかりと契約を交わした。1ヶ月後、いちごビュッフェの時期がやってきたので、それに合わせて栽培したいちご300万円分を納品しに行った。このいちごビュッフェはこのホテルの恒例行事。とにかく豪華で立派だし、テレビや雑誌も取材に来るほどだ。ホテルに着くと、信弘くんというよく話す従業員がいたので挨拶をした。信弘くんは俺より少し年下でしっかり者。お客さん受けもいいらしく、ホテルでは評判の従業員だ。そんな彼から、やっぱり翔太さんのイチゴが一番だし、毎回お客様からも評判がいいんですよ。と言われ、俺は嬉しくなる。いちごを届けると、そこへ木村がやってきた。俺が木村に挨拶をしようとすると、お宅のいちご、もう古いんだよね。と言われる。収穫したばかりなのに古いとはどういうことだ?俺が戸惑っていると、もっと目新しさが欲しいというか、もっと味がいいものが欲しいんだよな。と言い出す。そんな話、今まで一度も聞いたことがない。このイチゴが気に入らないというのなら、どうしてうちと契約しているんだ。俺がそう思っていると、木村が口を開いた。だから、それ持って帰って。なんてことを言い出すんだ。俺は思わず。どういうことですか?困りますよ。と木村に食ってかかる。すると木村は、
いちごビュッフェには激安の外国産のいちごを仕入れたんだ。だからそのいちごは必要ない。300万円分のいちごはキャンセルで。と言った。困りますよ。俺は繰り返すが、木村は聞く耳を持たない。そこへ別の業者が納品に来た。これが新しいいちごの仕入れ先か。その業者を見て、俺は目を疑った。確かに安い外国産を販売している業者だが、品質がいいとは言えないものだ。こんな高級ホテルで扱うようないちごではない。それとも俺が知らないだけで、この業者が高級ホテルで扱うようないちごも仕入れているのだろうか。木村が新しい業者と軽く挨拶を交わすと、業者はいちごを置いて出て行った。俺は木村に向かって、本当に大丈夫です?と言う。木村は、はぁ?と笑った。そして、うちのいちごは全部仕入れ先を切り替える。もうお前の顔を見ることもないだろうな。と言うので、その顔を見て俺は諦める。わかりました。300万円分のいちごはキャンセルですね。今後は一切お宅に納品はいたしません。そう言って、いちごを乗せて畑に戻る。大量に余ったいちごをどうしようかと考え、とりあえず、いつもの道の駅に納品することにしたが、追加で置いてもらえたのはほんの少しだ。しかし、少しでもありがたい。あとはどうしよう。家に帰って、妻と頭を悩ませていると、一台の車が入ってきた。それは妹のカヤだった。気分転換に長期休暇取ってきちゃった。カヤはネイルサロンを経営している。自称カリスマネイリスト。随分自由にやっているようだが、昔からなので俺は何も驚かない。こうやってたまに顔を見せてくれるだけで両親も安心するだろう。ところで、あの大量のイチゴ何?そう聞かれたので、俺はすべてを話した。やっぱり?なんかおかしいと思ってたのよ。カヤはここに来る前に、高級ホテルのイチゴビュッフェに行ってきたらしい。実家がイチゴ農家だというのに、カヤは昔からよくイチゴビュッフェに行っていた。うちのイチゴがパティシエの手で、違う味のスイーツになっているのを食べるのが好きだという。わからないでもないが、いちごビュッフェの初日に行くほど好きだったのか、しかもこのために休みを取ったのか、と感心した。あれ?でもおかしいな。と言いながら、カヤがスマホをいじり出す。そこでカヤは何かひらめいたようだ。カヤは畑に出て、いちご畑の様子や、いちごを持った自撮りを始める。SNS 映えってやつか、と横目で見つつ、俺は納品先を探していた。いくつか道の駅や地元のスーパーが仕入れてくれるというので、俺は納品しに行こうとしたのだが、なぜかカヤがついてくる。道の駅に着き、俺が商品を並べていると、カヤは何やらお店の人と話し込み、またイチゴの写真を撮っている。いくつか納品してきたが、まだまだ残っているので、ため息をつきながら家に戻る。すると、妻が慌てて駆け寄ってきた。朝納品した道の駅から追加で置いてほしいという依頼があり、さらに地元のパティシエからイチゴを発注したいと連絡があったそうだ。どういうこと?俺は首をかしげていると、カヤがニヤニヤ笑い。私のおかげだね。と言ってスマホを見せてきた。ほら、私カリスマネイリストだから。カヤは自慢げに自分の SNS を見せてくる。どうやらフォロワーが数万人。いわゆるインフルエンサーというやつらしい。
そこでうちの畑や道の駅の写真をあげたところ、 SNS を見た人が道の駅のうちのいちごを買い、 SNS で拡散された情報を見たパティシエがぜひ使いたいと連絡をしてきたということらしい。俺はあまり SNS には興味がなかったので、へーとひたすら感心していた。ただ悠長なことを言っている時間はない。俺はまた車に飛び乗り、いちごを納品しに回った。父も納品をしに行ってくれる。おかげであんなにあったいちごもなんとか納品し終わり、一息ついたのは夜。かやにお礼を言うと、実家のことを全部任せっぱなしだからさ、できることはしないとね。と笑う。考えなければいけないことはたくさんあったが、その日は疲れてすぐに眠ってしまった。翌日、高級ホテルに納品するはずだったイチゴを連絡をくれたパティシエのところに再び持っていく。昨日商品として出したところかなり好評で、これから定期的に仕入れたいと言ってくれた。ちなみにこのお店と商品もカヤが SNS で発信したところ、今までにない売り上げになったらしく、逆に感謝されてしまう。こうして今まで高級ホテルに納品していた分は他のパティシエや道の駅に納品することになった。カヤは帰って行ったが、これからは SNS でうちのブランドイチゴを紹介してくれるという。そして1ヶ月後、あの高級ホテルの支配人、木村がうちにやってきた。すみません、仕入れのご相談を。と、前とは違い、随分と仕立てな態度で話してくる。俺は木村を一別する。いちごビュッフェ、大不評らしいですね。今まで予約も取れないほどだったのに、かんこ鳥が鳴いているらしいじゃないですか。お客様から美味しくないと言われる材料を使って、今までと同じに集客できると思ったら大間違いですよ。木村は下を向き、拳を握っている。激安の外国産イチゴはそれなりの味でしょう。こっちは手間暇かけて作ったブランドイチゴ。しかも土の改良までしてるんですよ。どこで作られたかもわからない外国産のイチゴなんかに負けるわけないでしょう。木村は唇を噛みながら顔を上げた。俺はてっきり罵詈雑言でも浴びると思ったのだが、申し訳ありません。今一度仕入れのご相談を。と言ってきた。俺はピンときて、もしかしてうちから仕入れができなければ支配人から降格とか言われたんですか？と言う。木村はピクリと反応した後うなずいた。そうなんです。経費削減の仕方まで注意を受け、このブランドイチゴを仕入れられなければ、多大な損害を与えたとして解雇されます。だからどうか。木村は懇願してくる。処罰は俺の想像以上のようだ。もちろん木村は頭に来ているが、木村よりも上の人間が一緒に来ないことにも腹が立っていた。俺は、今後一切納品はしないと言ったはずです。あなたが言い出したことですよね。と念を押す。でも、と木村は粘っていたが、妻が契約書を持ってきてくれたので、俺はそれを木村に見せた。一方的な契約破棄に関しては損害賠償が発生します。これが交わした契約書。しっかりとあなたの名前も書かれていますよね。すると木村は真っ青になり、土下座を始めた。その説は申し訳ありません。どうかその契約書はなかったことに。俺は鼻で笑う。ずいぶんふざけたことを言うんですね。自分に都合が良すぎるでしょう。何のための契約書ですか？こういうことが起こった時に困るから契約書を交わしているんですよね。それなのに問題が起こった時になかったことにしたら契約書の意味がないでしょ。木村は俺の本気の度合いが分かったらしく、
顔面蒼白で慌てふためいている。俺はダメ押しでスマホを出した。木村にホテルの広告を見せつける。それに、うちが納品していないのに、うちのブランドイチゴの名前を使って、イチゴビュッフェの広告を打っていますよね。どういうことですか？実は、かやがイチゴビュッフェに行くときに、ホテルの SNS をチェックしたら、うちのブランドイチゴの名前が出ていたそう。実家に戻ってきたときに、おかしいと言っていたのはこのことだったのだ。それ以降も、かやがホテルの SNS をチェックしてくれている。木村は慌てながら言い訳を始めた。それは、仕入れ先が変わる前に作った広告で、それがネットで見られるなんて私は思っていませんでした。今初めて知ったんです。俺は木村にスマホの画面を見せる。これホテルの公式の SNS ですよね。ホテルの従業員に聞いたところ、これはあなたが更新しているとか。木村は目をキョロキョロとさせる。ここにしっかりうちのブランドイチゴの名前が載っています。あの日以降の告知もすべてです。確信犯でしょ。これは産地偽装ですよ。しかるべき対応を取らせていただきます。待ってくれ。と、木村が慌てた様子ですがってくるが、俺はそれを振りほどく。早急に対応しますので、今日のところはお引き取りください。木村は絶望した顔で立ち尽くした。その後、俺はきっちりと契約破棄の損害賠償を請求。産地偽装に関しても報告をし、木村は懲戒解雇になったそうだ。かやが SNS でうちのブランドイチゴの情報を発信していたので、うちの名前が出ているホテルのイチゴビュッフェに興味を持って行った人もいたらしいが、全然味が違うと炎上。それにより大きな問題へと発展し、ホテル側もかなり不利益を被ったようだ。そして高級ホテルは閉鎖されることになった。他の系列ホテルに移動した従業員も多いようだが、移動を希望しなかった従業員の中に、よく話をしていた信弘くんがいた。彼はうちの農業に興味を持ってくれている。うちは人手が足りなくなっていて、人材募集をしようかと思っていたところだったから、うちで働いてもらうことになった。信弘くんは俺より少し年下だけど、かなり優秀で、さらに取引先が拡大。うちの規模はどんどん大きくなってきているところだ。そんな時、またかやがいきなりやってきた。珍しく浮かない顔をして、スマホの画面を見せてくる。そこには SNS に誹謗中傷が書き込まれていた。タイミング的にこれは木村の仕業じゃないかと俺は思った。すると信弘くんが、ちょっと借りてもいいですか？と言ってきたので、かやがスマホを渡す。信弘くんは誹謗中傷を書き込んでいるアカウントを見て、木村であることを特定。信弘くんは木村の別のアカウントを知っていて、特徴的な書き方や他の写真などですぐに木村が犯人だと割り出した。前にも同僚が同じような被害に遭った時に犯人を割り出すスキルを磨いたそうだ。信弘くんは全ての誹謗中傷を証拠として保存した。しかも、こういうのに強い弁護士の知り合いがいるので連絡してみますね。と言う。話はサクサク進み、証拠も揃っているので、木村を訴える準備が整った。信弘くんが元同僚に連絡を取り、木村の家を知っている人を探してくれたので、俺たちは木村の家を訪問した。不機嫌そうに出てきた木村に話をすると、何のことだ？と言うので俺が答える。この画像、あなたが他の SNS で使っていたそうですね。そこから判明しました。本名を晒していないからって何を書いてもいいわけじゃないんですよ。
自分の行動には責任を持たないと。木村は、違う、俺じゃないと、しらを切るので、持っていたスマホを見せてもらう。木村は潔白を証明すると言ってスマホを差し出したが、信弘くんの手によってすぐにバレてしまった。SNS のブックマークは消えていたそうだが、ログイン履歴が残っていて、すぐにログインできたそうだ。木村は青ざめる。俺は口を開いた。支配人をクビになって暇なんですか？これ以上罪を重ねない方がいいと思いますけど。きっぱりと言うと、木村は観念したのか、ふてくされた顔で、申し訳ありませんでした。と言う。示談にしてほしいと訴えてきたので、かやに相談し、了承。示談金はすぐに支払われた。この話は元ホテルの従業員の間で噂になり、さらに田舎ならではのネットワークで木村の近所にまで広がった。おかげで木村は住みづらくなり引っ越しをしたという。どのみちここでは仕事も見つからなかったようだし、知らない土地で一から出直してくれ。その後、うちの事業も拡大し、さらに従業員が増えた。しばらくすると、かやが頻繁に実家に来るようになっていたので、どうしたのかと思ったら、なんと、信弘くんと結婚するそうだ。人生わからないものである。今回、俺はいろいろな人に助けられた。今度は俺が誰かを助けられるようになりたいと思う。そこの窓際社員、このコピー機動かないぞ。いきなりそんな大きな声が飛んできて何事かと思い、俺は顔を上げた。声の主は部長。俺は部長と目が合ってしまった。この部長、いつもコピー機が動かないと騒ぐが、自分で変な操作をして動かなくしているだけだ。部長は俺をいつも窓際社員と馬鹿にするくせに、困った時は俺に頼る。毎回設定を直してやるのだが、感謝されたことがない。俺は部長にいつか仕返しをしてやろうと心に決めた。俺の名前は和樹、56歳で食品メーカーで働く会社員だ。平社員ではあるが、営業成績はそれなりにいい。この年で平社員なのかと思われることもあるのだが、以前から昇進の話はあった。しかし、何年も前に妻が足を悪くして、俺は昇進を断っているのだ。妻は一人でも生活はできるのだが、できるだけサポートしていきたいし、力になりたい。なので、俺は基本的に定時で上がっている。昔からいる社員はその事情も知っているし、定時で上がる社員が多いので、特に問題になったことはない。ただ、役職がついてしまうとなかなかそういうわけにもいかないので、俺は平社員のまま昇進は断っているというわけだ。うちの近所には純平という幼馴染が住んでいる。純平のところもうちと同じで、子供たちは家を出ていて夫婦二人暮らしだ。昔から家族ぐるみの付き合いがあって、妻が足を悪くしてから純平や純平の妻が様子を見に来てくれることもある。最初は申し訳ないと思うことがあったが、俺たち家族みたいなもんだろ。和樹は家族に対してそんなに申し訳ないと思うか？申し訳ないなんて言われるくらいなら、ありがとうって言われた方が何倍も嬉しいよ。と、純平に言われたことがあり、確かにそうだと思い直したのだ。それ以来、好意は素直に受け取り、純平やその家族に何かあれば、すぐに力になるようにしている。そういえば和樹さん、聞きました。部長の後任って本社から来るらしいですよ。そう言ってきたのは後輩だ。部長は近々定年退職をするのだが、その後任は本社から来る人間だそうだ。それからしばらくして、この本社から来た部長がとんでもない人間だと俺たちは思い知らされた。部長は口を開けば文句ばかりで、ここは備品もろくにないんだなぁ。俺の好きなコーヒーも用意しておけ。なんて言ってくる。どうやら部長は
自分が本社から来た仕事ができる人間、部下たちは自分に尽くして当然と思っているようだ。業務に関係のあることならまだしも、どうでもいいことまで文句を言ってくる。俺たち部下のことは見た目で判断しているらしく、名前を覚える気もない。そこのメガネなんて呼ばれる社員もいるし、お前だよお前と誰を呼んでいるのかわからないこともある。俺なんてただ窓際の席に座っているだけで、窓際社員と怒鳴られる始末だ。しかも部長はどうやら機械物に弱いらしくて、コピー機すらまともに使えない。この間なんて、そこの窓際社員、このコピー機動かないぞと、いきなり怒鳴られた。どうってことない操作なのに、どうしてできないんだよ。それに、たちの悪いことに、設定をいじり回すから、まず元に戻すところから始めないといけない。早くしろよ、コピーくらいまともに取れないのか。俺がコピー機の設定をしている間に、部長はそんな罵声を浴びせてくる。部長のくせにコピー機も扱えないんですか?と言ってやりたい気持ちはあるのだが、反論したらますます面倒なことになりそうだ。俺は淡々とコピー機の設定を戻し、部長の要望通りのコピーをした。自分の時間を割いたというのにお礼を言われることもなく、部長は去っていく。どうなってるんだよこの部長は。ちなみに部長は俺のことをバカにしたように窓際社員と言ってくるが、俺が窓際に座っているのには理由がある。この窓際の席は夏は暑く冬は寒い。以前配置替えがあった時にここにデスクを置くのをやめようとしたことがあったのだが、そうすると場所が足りなくなってしまい、結局デスクを置くことになった。最初は事務員の席だったが、俺は営業に出ていることが多く、デスクにはあまりいないし、席はどこでも支障はなかったので、俺が窓際の席になった。ただそれだけのことだ。だから別に部長から窓際社員と呼ばれても、ショックでも何でもないんだが、部長はそれをニヤニヤと笑いながら言ってくる。要は、俺は部長に見下されているのだ。ある日、俺が営業から戻ると部長に呼び出された。お前さ、もう少しなんとかならないのか?唐突な質問に、俺は疑問しか浮かばない。部長はニヤニヤしながら、お前、56歳で窓際社員だろ?と言ってくる。いっそ、俺が窓際に座っている理由でも説明しようかと思ったのだが、俺より先に部長が口を開いた。ここの連中は使えない奴ばかりだし、ひとまず年齢が上の方から変えていくことにした。古い社員ほど、新しい考えは受け入れにくいだろう。部長は偉そうなことを言ってくるが、正直実績が伴っていない。それなのに、自分の実績が上がらないことを部下のせいにする。部長は自分の無能さを自覚してほしいものだ。俺には部長が何を言っているのかよくわからず、それはどういう意味でしょう?と尋ねる。すると部長は大笑いを始めた。本当に察しが悪い奴だな。だからそんな年で窓際社員なんだよ。つまりな、新卒のエリートを使うからやめてくれってことだ。え、新卒のエリートというのは新入社員ですか?私はクビということでしょうか?すると部長は笑いながら、そうだよ、お前はリストラだ、リストラ。俺は困惑しながらも部長に質問する。それは私の何が悪いというのでしょうか?年齢ですか?それを聞くと部長は満足そうにうなずいた。そうだ、古い人間はいらないんだよ。あまりにくだらない理由に、俺は逆に冷静になってしまった。実績でも何でもなく、ただ年齢がリストラの基準ということですか?部長は再びうなずく。だからそうだと言っているだろう。
その年で役職もなく窓際に座っている奴なんて、とんでもなく使えないってことだろ。お前、自分の実績も分かってないのか？部長は俺のことをこれでもかと馬鹿にした。分かっていないのは部長の方だ。俺はつい笑いがこみ上げてきてしまう。俺の笑いに部長は眉間にシワを寄せた。俺が首ですか？そうですか。わかりました。笑いながら言うと、部長は少々困惑した表情をしながら。自分が使えない人間だと、ようやくわかったか。という。それを聞いて、俺は大爆笑。本当に使えない人間が誰なのか、そのうちわかりますよ。じゃあ、頑張ってくださいね。周りは何事かと思って、こっちを見ていたが、みんな困惑していて、俺に話しかけようともしない。そりゃそうだ。首宣告をされた人間が、いきなり笑い出したんだ。おかしくなったのかと思われても仕方ない。でも、そういうわけではないのだ。翌日から俺は、直行直帰で取引先を回った。報告書だけあげれば、会社に寄らなくてもいいので、俺は報告書だけはきっちり提出する。そして、そのまま有給を消化し、退職した。俺がこんなに潔く辞めたのは理由がある。幼馴染の純平から起業したいと相談を受けていたのだ。純平は洋菓子店で働くパティシエなのだが、経営方針が変わり、コスト削減ばかり追求させられると嘆いていた。独立して自分の店を持ちたいと数年前から言っていたのだが、つい最近その夢を叶える一歩を踏み出した。純平が特に世の中に広めたいと考案したのは溶けないアイスだ。しかし職人気質の純平は営業する時間もスキルも人脈もない。俺はこのアイスの話を聞いて絶対に売れると確信していた。純平からこのアイスは溶けにくいため、形を自由自在にすることができ、キャラクターの形などで販売すれば、子供にも人気が出るし、しかも溶けにくいから、食べるのに時間を要する子供でも、手を汚さずに食べられる。これなら、遊園地やテーマパークでもコラボがしやすい。俺は営業先を頭の中ですぐに描き出したのだ。でも、会社を辞めるというのは、なかなかハードルが高く悩んでいたところ。妻は俺の好きなようにしてほしいと前から言ってくれていたので、部長の首宣告はある意味退職のタイミングとしてはちょうど良かったのだ。純平の店は小さな店舗だが、この辺りに競合店もないため、オープンから地元では話題になっている。なかなか評判はいいようだ。俺は退職をするとすぐに、純平の作った商品を広めるため、置いてくれる店や会社を探した。飛び込み営業を続け、いくつか商談にこぎつける。そして、元取引先の知り合いにも連絡をした。営業としてのやりがいをとても感じていたのだが、ある日、俺が純平の店に戻ると、店の前に部長の姿がある。部長は、俺の姿を見つけると、どしどしと足音を立てて近寄ってきた。お前、こんなところで何をやってるんだ？いきなり怒鳴りつける。は？俺は思わずそんな声を出す。なんで部長がここに？と思ったけど、元同僚たちにはここで働き始めたことも話したし、純平の店に買いに来てくれた元同僚もいる。噂が広まって部長が俺の居場所を知っていてもおかしくはない。そう思っていると、部長は自分のカバンから書類を取り出して俺に見せてきた。ここも、ここも、ここも、全部取引中止だ！どういうことだよ！みんな、お前が担当じゃないなら、取引をやめるって言うんだ。それは、かつて、俺が担当していた取引先のことだ。俺は笑った。そうでしょうね。その言葉に部長は眉をピクリとさせて、何をしたんだ？説明しろ！という。俺は要望通りに説明してやった。
ここもここも、もともと他社と取引するつもりのない会社だったんです。そこへ俺が通い詰め、社長に気に入られて取引に繋がった。それと、取引に繋がった一番の理由は、国産の原料を使っていることです。他は中国産のものを使って安くしているところが多いですからね。俺たちの支社は独自のルートで国内製造していて、そこが決め手にもなっていたんです。それを説明したにもかかわらず、あなたは原料を中国産に変えて利益を得ようとしましたよね。信用を失った理由はそういうところですよ。俺は後輩から得た情報を部長に話すと、部長は図星で何も言えなくなったのか眉をピクピクしている。俺は続けた。まあ営業の経験が今の役に立っているので、俺がやってきたことは間違ってないと思いますけどね。今、うちのパティシエは溶けないアイスを開発して販路を拡大中なんです。飛び込み営業していると最初は難しい顔していた社長が商談に通ううちに笑いながら話せるようになるなんてよくあることです。部長は俺を睨みつける。お前はそれを俺にやれというのか？なんだか斜め上の返答だったので俺はため息をついた。そんなこと一言も言っていませんよ。それにあなたにできるとも思いません。そもそも新卒のエリートを入れて俺をクビにしたんだから、俺のやり方なんてどうでもいいでしょう。エリートなりのやり方で利益を上げれば問題ありませんよ。すると部長は俺を睨みながら言った。あの新卒はやめたよ。俺は目が点になる。え？まだ1ヶ月しか経ってないのに。部長は続けた。知らん。突然来なくなったんだ。あんまりにも契約が取れないから指導したら翌日から来なくなったよ。その言い草に俺は笑った。それ指導じゃなくてパワハラだったんじゃないですか？本当にちゃんと指導したんですか？まあ、9割の取引先を担当している営業成績トップの俺を年齢だけでクビにするようなあなたに正しい指導ができるなんて思いませんけどね。俺の言葉に部長は顔を真っ赤にして怒鳴る。うるさい。お前は俺の言う通りに取引先に頭を下げて回ればいいんだ。俺はますます笑ってしまう。はあ、何言ってるんですか。退職の挨拶は済んでいます。まさか俺が辞めた後でも取引を続けてくださいなんて頭を下げろとでも言うんですか。部長はまた怒鳴ってくる。当たり前だ。会社に損害を与えて知らん顔なんてさせないからな。言ってくることが想像を超えていて、なんだかもう面白くなってきた。損害を与えたというなら、営業成績トップの俺をただ窓際に座っているだけで仕事ができないと決めつけて、年齢で判断してリストラしたあなたの方でしょう。本社からのあなたの評判もガタ落ちでしょうね。そう言うと、部長はようやく怒鳴るのをやめて青ざめた。そこへ後輩が通りかかる。あれ、部長、本当にここに来てたんですか？和樹さんに取引先をどうにかしろとか言ってないですよね。というので、俺が説明をすると後輩も笑った。いやいや、それおかしいでしょ。部長めちゃくちゃですね。そして後輩は俺に話し始める。支社の売り上げやばいですよ。もう大口のところも全部取引中止。和樹さんがいなくなったらやっぱり無理でしたね。それと俺も部長から首宣告を受けたので退職が決まりました。もう辞めようと思ってたからどうでもいいんですけどね。ちょうど転職先が見つかったところで逆にラッキーでしたよ。それよりも和樹さん、ここのお菓子
本当に美味しいですね。この間買いに来てから家族が気に入っちゃって、今日も帰りに買って帰ろうと思って寄ったんですよ。後輩の話を聞いて、俺は嬉しくなり、そうなのか？感想を聞かせてくれると嬉しいよ。ああ、そうそう。昨日から季節の商品も出してるんだ。それもおすすめだぞ。というと、後輩は目を輝かせた。本当ですか？それはぜひチェックしないと。俺が後輩を店内に案内しようと歩き出すと、部長はまだついてくる。おい、俺を無視するな。俺は部長を見下して、まだいたんですか？もう話は済みましたよね。お引き取りください。と言った。部長は青い顔のまま、俺の腕をつかむ。俺は部長を睨み、話してください。と言ったが、部長の手には力がこもっていた。そこへ、どこからともなく、警察がやってくる。店先で怒鳴り散らしている男がいると通報があったようだ。ちょうど部長が俺の手を掴んでいたため、部長は話を聞かせてもらうと警察に連れて行かれた。後輩を連れて店内に入ると、順平が俺を見てうなずく。警察を呼んでくれたのはやはり順平だった。部長の声があまりにも大きくて、店内にもある程度聞こえていたのだろう。その後後輩の話によると、支社の売り上げはガタ落ちし、その理由の大半が部長だと本社の聞き取り調査で判明したため、部長は降格になったそうだ。しばらくして、また部長が店先に現れ、お前のせいで会社を辞めることになった！責任を取れ！とわめき出したが、また警察呼ばれたいんですか？営業妨害で訴えてもいいんですよ。と冷たく言うと、部長は青ざめて逃げ出した。まさか仕事まで失うことになるなんて、自業自得だ。まあ、あんな人間を部長にした会社にも問題がある。それから数ヶ月後、支社はなくなっていたので、売り上げを戻すことはできなかったということだろう。今は俺の担当していた元取引先で製造機械を持つ企業と協業しているし、大手テーマパークからも声がかかっている。俺の描いた営業計画は大当たり。順平の店の売り上げは好調だ。順平の店は人手が足りなくなったので、俺の妻も店内で働いている。順平は妻を長年見ていたので、車椅子やベビーカーのお客様も気軽に入れるようにと、店内をバリアフリーにしていた。おかげで、妻が車椅子でも接客できるというわけだ。足を悪くしてから働いていなかったが、今では接客が楽しいとよく笑うようになった。転職した後輩もよく店に買いに来てくれて、今では常連だ。この店には、たくさんの笑顔が溢れている。落としましたよ。目の前の男性が何かを落としたので声をかけると、男性は振り向いた。ああ、それゴミな？あとはこれも捨てておいてくれ。そう言って俺にペットボトルを押し付ける。え？と俺が戸惑っていると男性は言う。お前清掃員だろ？それくらいやれよ。私は忙しいんだから。その時、エレベーターが来て、男性は振り返りもせず乗っていった。この時は、この失礼な人物と関わることになるなんて、そして、この人物が、まさかあんなことになるなんて、俺は知らなかったのだ。俺の名前は優也。清掃会社で働く30歳だ。うちの会社の社長は俺の兄で、兄は詳細があったらしく、20代で起業すると、あれよあれよと軌道に乗せた。俺と兄は7歳離れていて、俺が学生の時に兄が起業。どうして清掃会社なのかと思ったが、兄は学生時代に清掃のアルバイトをして、不便なところがたくさんあったから
と答えていた。俺は興味本位で兄の会社の手伝いをしていたが、大学を卒業と同時に兄の会社の社員になった。俺は主に営業をしていて、時間が空いている時や新人が入った時などは現場に出て、新人の指導や現場の問題点を探っているのだ。清掃員というだけで見下されたなんていうパートさんもいたので、そういったことがあればすぐ言ってもらうようにし、必要なことは俺から取引先に伝えている。その甲斐あってか、社員だけでなくアルバイトやパートさんたちもうちの現場は働きやすいと言ってくれるのだ。兄もそういう取引先が嫌いなので、場合によっては契約を中止し、従業員には他の現場に回ってもらうこともある。そんな中、最近うちの会社ではとあるシステムを開発した。従業員のタイムカードをスマホから打刻できるようにし、清掃状況の確認もできるようなアプリだ。今までは勤怠報告を電話でもらっていて、事務所で電話を取る人間が必要だったが、これなら余計な人員を割かずにパソコンでチェックできるし、清掃状況もわかるので、従業員の頑張りが目に見えてわかる。他にも給料明細を見れるようにし、便利な機能もつけていき、これを他の業界も含めて売りに出すことにした。派遣社員や業務委託をしているところを中心に売り込み、これが大当たり。営業をかければかけるだけ、うちの売り上げは上がっていった。その中で、もともとうちの取引先である企業が、このシステムに目をつけたそうだ。さらに改良して、別の分野にも売りに出したいという。この間、兄が商談に行き、なんと5億の案件になるそうだ。しかし、俺はその取引先をあまりよく思っていなかった。定期的な清掃の依頼が来るので、俺も何度か現場に入ったことがあるのだが、わざとゴミを落として俺たちに掃除させる人間がいて、さすがに取引先の担当者にも進言したことがある。だがその嫌がらせをする人間の名前もわからないので特定できず、それ以上は何も言えなかった。嫌がらせをする人物は偉そうにしている男性で、歳は俺より少し上の40代くらい。それしかわからないので特定のしようがない。きっとあの男の中では清掃員は見下していいなんて思っているのだろう。たまにいるのだ、そういう人間が。見下していい職業なんてあるわけがないのに。しかも清掃を頼んできているのは向こうの方なんだから、どちらかというと感謝してもいいと思う。顔はもう覚えた。次に見かけたら文句を言ってやる。ちょうどその頃、俺が誕生日を迎えることになり、仕事で忙しかった俺を兄が祝ってくれることになった。何が食べたいかと聞かれたので、俺は迷わず寿司と答える。俺の大好物だ。兄はうなずいて俺を連れていく。着いたのは、以前兄が接待で使いたいから下調べをしたいと言って一緒に来たことのある高級寿司店だ。なんとも上品な空間で背筋がシャキッと伸びた。前に来た時は俺にメニューを選ぶ権利はなかったのだが、兄は、今日はゆうやの好きなものを好きなだけ食べろと笑った。兄はなかなか豪快な人だ。俺は兄の言う通り好きなものを頼んだ。新鮮で美味しくて久しぶりの高級寿司に俺は感激していた。するとそこへとある人物が俺の正面から歩いてくる。どこかで見た顔だ。誰だろうと思っていると相手と目が合った。向こうも同じように俺を誰だか思い出そうとしているようだ。そこで俺はようやく思い出す。あの取引先の社員の嫌がらせをしてくる偉そうな男だ。でもこんなところでは会いたくない。
俺が視線をそらそうとすると、向こうが俺に気づいてしまった。あれ、お前、うちの掃除してるやつだよな。清掃員が高級寿司？おいおい、大丈夫かよ。ただ清掃員として出入りしているだけで、ろくに会話をしたこともないのに、男は俺に向かってそう言ってくる。俺は口ごもって、と言ってしまう。男は鼻で笑って、お前、俺の顔わからないのか？お前が出入りしてる会社の部長だぞ。まあ、お前みたいな底辺の清掃員と、俺みたいな偉い人間は住む世界が違うから、わからなくても仕方ないか。と言う。俺はさすがに声を低くした。それは失礼すぎませんか。男は俺の様子を見て笑う。俺は男が口を開く前に話し始めた。あなた、いつも私たち清掃員を見下して、わざとゴミを落としていくこともありますよね。ああいった行動は、慎んでいただけませんか。そう言うと兄の目つきが鋭くなる。以前から兄には話をしていたので、兄はこの男が誰だか分かったようだ。男は俺を見下して言う。清掃員にゴミを渡して何の問題があるんだ？お前たちは俺と違って底辺なんだから、こんな高級な店に来てないで、そこら辺のファミレスにでも行けばいいんだよ。話したこともないような人間にそこまで言うか？俺が頭に来て言い返そうとした時、兄が口を挟んだ。あなた、どなたですか？兄が今にも喧嘩を売りそうな雰囲気だったので、俺は慌てて、兄さん、と声をかける。すると男はにやりと笑って名刺を兄に向かって投げつけてきた。兄がその名刺を手に取ると男はにやにやと笑う。兄弟だったのか。なけなしの金で高級寿司か。清掃員をやっているくらいなんだから、どうせ学歴もない無能なんだろ。よく見たら兄弟揃って無能な顔だな。この男、ストレスでも溜まっているのだろうか。俺たちに向かってとんでもないことを言ってくる。そして兄に向かって、うちの会社、君も名前くらい知ってるだろ。俺はそこの部長だ。それに君たちと違って名門大学を卒業しているんだよ。今日はその大学時代の集まりでな。と言った。この男は俺と兄の何を知っているというのか。兄は名刺をまじまじと見ている。俺はあまりにもひどい男の態度に思わず反論した。あなた本当に何なんですか？私があなたに何かしましたか？ただ清掃員として御社に関わっているというだけで見下されるなんてたまったもんじゃありません。私たちはプライドを持って仕事をしています。俺が立ち上がりかけたその時、兄が俺を抑える。ゆうや、言いたいことはわかるが落ち着け。そして兄は男の方を見て、安藤さんですね。部長なんですか。さぞかしすごい方なんでしょうね。と言う。俺は名前も知らなかったが、名刺からこの男の名前が安藤だとわかった。これで取引先の担当者に、いつも嫌がらせをしてくる人間の名前が分かったと言える。そう思ったが、よく考えてみると、安藤が部長ということは、担当者よりも役職は上だろう。そうなると、安藤に注意のできる人間がいないのではないか。そんなことを頭の中で考えていた。そこへ兄が口を開く。でも、部長だからといって、他の職種の人を見下すというのはどうでしょう。あまりにもやっていることが幼稚ですね。そう言うと、安藤は眉間にシワを寄せた。は？君にそんなことを言われる筋合いはない。君たちみたいなのがいると寿司がまずくなるな。そもそも場違いだからさっさと帰れ。安藤は俺たちを追い払う仕草をした。その瞬間、兄はため息をつき、足を組んで座り直す。
どうしたのかと思い、兄を見ていると、兄はスマホを取り出し、どこかに電話を始めた。安藤も不思議そうに兄を見ている。兄は電話が誰かにつながったようで、ああ、社長?と話し始める。そして、昨日の5億の取引はやっぱキャンセルで。と兄が言った。安藤はいぶかしげな顔で、え?と言う。兄は続けた。御社の安藤部長という方が我々の仕事を馬鹿にしてくるんですよ。清掃員は見下していいと思っているようですね。そんな人間がいる会社と大きな取引をするつもりはありません。うちのシステムに興味を持っている企業は他にもありますから、うちはそちらと取引させてもらいますよ。それと、御社の清掃業務も請け負っていましたが、こちらも契約終了とさせていただきたい。安藤部長のような人間がいる現場に、うちの従業員を入れたくはないですからね。そして、言いたいことがあれば、安藤を連れて、うちの会社に来るようにと話し、一方的に電話を切った。安藤はキョロキョロしだして、おい、どういうことだ?と言っているが、兄は無視して席を立ち、会計に向かう。安藤は、どういうことだと繰り返しながら、俺たちについてきたので、俺は安藤を追い払う仕草をした。他のお客様に迷惑ですよ。これからあなたの身に起こることが楽しみですね。そう言って笑いながら兄と一緒に店を出た。翌日、取引先の社長が安藤を連れて飛んできたそうだ。俺は兄に呼ばれ応接室に向かう。中に入ると神妙な顔をしている安藤と取引先の社長がいた。兄が無言で座っている。相当怒っているのだと感じた。俺は兄から今までの安藤の態度を説明するよう言われたので口を開く。私が清掃をしている目の前にわざとゴミを落とし捨てておけと言われました。他にもすぐそこにゴミ箱があるにもかかわらず、ペットボトルもゴミだからと渡されたこともあります。昨日はたまたま外で出くわしただけなのに、わざわざ話しかけてきて、清掃員の仕事を馬鹿にしたり、私や兄を無能な顔、場違いだと言ったり、とにかく失礼な言動が多かったです。何より、今まで話したこともないような人に、いきなり寿司屋でそんな風に見下されるというのは、精神的苦痛もありました。兄はうなずきながら聞いていて、取引先の社長は、怒りで顔を真っ赤にしている。安藤はうつむいているので何を考えているのかわからない。取引先の社長が安藤に向かって厳しい声で聞いた。安藤部長、本当なのか?すると安藤は言葉を濁す。いやー、そんなことした覚えはありませんね。誰かと間違えてるのではないでしょうか。その態度に俺は思わず、は?と声に出した。あれだけのことをしておいて、覚えてないで済まそうって言うんですか?俺の言葉に安藤は顔を上げて。本当に私だったのか?君は我が社の人間の顔を全員知っているわけではないだろ?他の人間だったんじゃないか?と言ってくる。そう来たか。この場での証拠は俺の記憶だけ。言い逃れはできてしまう。しかし、ここで兄が口を開く。少なくとも、昨日私と弟を馬鹿にしたのは私の記憶にも残っていますし、必要ならあの寿司屋の店主にも連絡しますよ。店内であれだけ話していたんだから、店主の記憶にも残っているかと思います。そう言うと安藤は青ざめて言い訳を始める。それは申し訳ありません。実は昨日はあの店に行く前に部下がミスをしましてね。私が尻拭いをしていたので、ちょっとむしゃくしゃしていたんです。それでちょうど見知った顔がいたので、まさかそれが取引先の社長だなんて思わず、
少しストレスをぶつけてしまったというか、とにかく本心じゃないんですよ。兄は無表情のまま安藤を見た。取引先の社長も安藤を睨んでいる。兄は、ちょっと失礼、と言って部屋を出た。スマホを持っていたから、どこかから電話でも来たのだろう。俺は安藤に向かって、では、私はあなたのストレス解消のためにあれだけひどいことを言われたということですね。それに、まさか取引先の社長だとは思わなかった。ということは、そうでなければ見下す対象だということですよね。と言うと安藤は口をつぐんだ。俺は続ける。私や兄のことを無能な顔とまで言いましたけど、あなたに無能なんて言われる筋合いはありません。特に兄はこの会社をここまで大きくした人ですし、5億の商談をするくらいの人間です。まあその商談相手はあなたのせいで御社ではなく他の会社になったようですが。そう言うと取引先の社長は青ざめる。その件ですが、なんとかして。しかし俺は社長に向かって、申し訳ありません。私は権限がないので、社長である兄が戻ってきてからお話しください。と言うと社長は黙った。安藤は黙っていたと思ったが、いきなり俺を見て笑う。お前は兄貴がいないと何もできないんだろ？やっぱり無能じゃないか。どうやら俺は安藤に無能だと認定されてしまったようだ。取引先の社長は慌てて安藤を止めるが、俺はにやりと笑った。無能でも何でも構いませんよ。あなたみたいな人に無能と呼ばれても痛くも痒くもありませんからね。するとその時、部屋のドアが開いて兄が入ってきた。会話は聞こえていました。言っておきますが、優也は無能なんかじゃありません。なんせ、御社と商談予定だったシステムの発案は弟の優也です。それに営業もしながら新人への指導もしてくれているし、うちの会社にとってなくてはならない存在です。そんな弟を無能扱いするなんてやめてもらいたい。きっぱり言った兄の言葉に、俺は思わず照れてしまい、言葉が続かなくなる。兄は続けて口を開いた。寿司屋の店主に確認しましたよ。昨日のことは覚えているそうです。必要であれば証言してくれるとおっしゃっていました。それと面白い話も教えてくれました。あの後、安藤部長は大学の同期とあの店で会っていたそうですね。あなたは一人だけ常識がなく、店員に対して威圧的だったり偉そうだったり、おまけに食べ方も汚かったと店主が言っていましたよ。同じ大学を出ていても、こうも違うものかと思った、と店主から聞きました。それを聞いて、俺は笑ってしまう。それで今日は何しに来たんでしたっけ？商談は決裂ですよね。謝罪なら聞こうと思いましたが、安藤部長は謝罪する気がなさそうなので、そろそろお引き取り願えますか？兄がそう言うと、取引先の社長は慌て始める。申し訳ありません。安藤は解雇しますから、どうか商談を進めさせていただけませんでしょうか。そう言うと安藤は、解雇?と大きな声を上げた。そこで俺はダメ押しに口を開く。安藤部長の私に対する行いですが、よく考えたら、会社に防犯カメラくらい設置してありますよね。もし私の話を疑うのなら確認してみてください。と取引先の社長に言うと、また安藤と揉め出したので、俺と兄は顔を見合わせため息をつき、取引先の社長と安藤を追い出した。その後、取引先の社長の話によると、安藤は会社に重大な損失を与えたとして、解雇処分としたそうだ。5億の案件は安藤の件でごたごたしている間に他の企業と商談し契約を締結させた。安藤のいた会社とは
今まで通りの清掃作業の契約のみになる。とはいえ、安藤がいなくなり、清掃作業もしやすくなったので、ストレスもなくなった。さて、今日は新しい人が入ってくる。この仕事を好きになってもらえるように、俺も頑張ろう。うちの従業員に中卒なんているの？私が自分のデスクで仕事をしていると、そんな声が聞こえてきた。声の主は社長の拓也。はっきり言って、私はこの人が嫌いだ。私の名前はユナ、33歳の会社員だ。中学生の時に父が病気で亡くなって以来、母子家庭で育った。母は専業主婦だったので、父が突然他界して苦労したと思う。父の病気は進行が早く、体調が悪いと言って、病院で見てもらった時にはすでに手遅れだった。私と母は絶望したけど、父が最後まで明るく笑ってくれていたので、その後も何とか二人で助け合って生活することができた。でも、職歴のなかった母の給料は少なかったようで、貧乏生活が続く。そんな生活が辛く、早く母を少しでも楽にさせたくて、私は高校進学をせず、就職口を探した。でも、中卒で雇ってくれるところはなかなかなくて、私はアルバイトをしながら就職活動をした。いくつか面接に行ったものの、やはり中卒というところで落とされる。私は高校に進学しなかったことを後悔し始めた。しかし、地元の会社に面接に行った時、対応してくれた社長が、どうして中卒で働こうと思ったのか、と親身に聞いてくれる。私が素直に身の上を話したところ、社長にも私と同じくらいの娘がいると言って、雇ってくれることになった。社長には本当に感謝している。雑用から始めた私も、今では営業として頑張っていて、なんと営業成績がトップになることも増えている。初めて1位を取った時は本当に嬉しかったし、他の従業員にも感謝をした。社長からはお祝いでケーキをもらい、帰って母に報告すると、母が泣いてしまったのが記憶に残っている。いい会社に就職できてよかったと思っていたけど、1年前、社長が突然倒れてしまった。病気が見つかったそうで、長期の入院が必要になるという。私は自分の父の姿と重ね合わせてしまい、意気消沈した。社長のポジションはしばらく空いていたけど、社長がまだ復帰できそうにないということで、そのポジションは社長の息子が担うことになった。彼の名前は拓也、25歳だという。社長には私と同じくらいの娘がいると聞いていたが、すでに結婚して家を出ているそうで、最近ではよく息子の話をしていた。後継ぎが欲しくて、男の子が生まれた時は嬉しかったこと。娘と年の差があるので、ついつい甘やかして育ってしまったこと。社長は嬉しそうに話していたことがある。社長が倒れた時にはどうなるのかと思っていたけど、息子が来ると聞いて私は安心していた。だって、あの社長の息子だ。甘やかして育てたと言っても、人情もあって、しっかりした人だろう。年齢が若いと聞いていたので、その点の不安はあったけど、人柄を心配することはなかった。しかし、社長としてやってきた拓也は、とんでもない奴だった。本当にあの社長の息子なのかと疑いたくなるほど、横柄な態度で口も悪い。人の名前も覚えず、おい、そこのババア、なんて言うこともしばしば。おかげで辞めていったパートさんもいる。小さな会社だし、前社長の人柄もあって、アットホームな社内の雰囲気だったけど、拓也が来てから変わってしまった。周りの従業員も拓也の扱いに困っているが、前社長は今入院中で連絡が取れないらしい。私も転職を考えたけど、前社長には雇ってもらった恩があるし、転職に失敗して昔のような貧乏生活に戻るのは嫌だ。もう少し拓也の様子を見てみることにする。
そんなある日、私はとある人物に呼び出された。相手はいわゆるライバル会社の人だ。ユナさん、今日はありがとうございます。そう言ったのはライバル会社の社長の息子、リョウさんだ。彼は確か私より2つほど年上だったはず。次期社長として今は現場で働いているらしい。うちの会社の社長齢則とは大違いで、仕事もできるし人柄もいい。ライバル会社の社長はうちの会社の前社長と友人で、ライバルといえど切磋琢磨してきた仲だそうだ。従業員同士も親交がある。相手の社長がうちの前社長と突然連絡が取れなくなったので心配して、営業でつながりのあった私に詳細を教えてほしいと連絡があった。私は前社長が倒れたこと、今は息子の拓也が継いでいることを話す。前社長は入院中でほとんど連絡が取れないことや、私たちも詳しい病状はわからないこと、でも命に別状はないらしいことを伝えると、りょうさんは、ありがとうございます、父も心配していたので伝えますね、という。拓也が継いだことはライバル会社には隠しておいた方がいいかもと思ったけど、いずれわかることだろうし、特に口止めはされていない。それに私は誰かにこのことを愚痴りたかった。りょうさんとは前社長に連れて行かれて挨拶をしたこともあるし、協会の忘年会やパーティーなどでもたまに会う。特に親しいというわけではないけど、私は高校も行っていないからあまり友人もいないし、とにかく誰でもいいから愚痴りたいというのが本音だった。するとりょうさんは笑いながら、だったらうちに来たらどうですか、という。私は冗談だと思い笑った。それから数日後、毎月恒例の営業成績が発表される日。私は今月も営業1位をキープしていた。従業員は拍手をしてくれるが、拓也だけは違う。中卒が営業1位？どうなってんの？他の営業は何やってるわけ？と馬鹿にしてくる。そして私に向かって、中卒ごときが生意気だな。枕営業でもしてんの？ああ、でもこんなババアがそんなことできないよな。と笑いながら見下した。社内が一気に静まり返る。まさかそんなことを言われるとは思っていなくて呆然としたけど、ハッとして言い返す。そんなことしていません。取引先に聞いてもらえればわかります。私が怒りながら言うと、拓也は笑った。ババアは冗談も通じないのかよ。その言葉に私は堪忍袋の尾が切れる。あの、人のことをババアとか言うのやめてもらえます？普通言わないですよね。あなたのお父様は絶対に人を見下すようなことはしませんでした。それに、私が中卒だということも承知で雇ってくれて、頑張りなさいと言ってくれたんです。私はつい熱くなって言ってしまったけど、周りの従業員もうんうんとうなずいている。でも、拓也は私の言葉で怒り出す。あのな、今は俺が社長なの。父さんがどんなだったかとか関係ないんだよ。父さんが倒れてようやく俺が社長になったんだから、これからは俺の思う通りの会社にしてやる。拓也は父親のことが嫌いなのか？あんなに素晴らしい人なのに何が不満なのだろう。若さゆえになんだかこじらせてしまっている気もする。他の従業員も拓也を厳しい目で見た。しかし拓也はそんなことにも気づかず、とんでもないことを言い出す。拓也は私に向かって、これからのことは俺が決めるんだ。手始めに中卒の底辺ババアはクビな、と宣告した。私も他の従業員も驚いている。拓也は腕を組んで私を見下す。このままここで働いても、きっと私は会社のためには働けない。どんどんこの仕事や会社が嫌になってしまうかもしれない。そう思い、私は覚悟を決めた。本当にいいんですね。拓也は私を見ながらうなずく。当たり前だろ。
さっさと出てけ。私はため息をついた。お世話になりました。頭を下げて私は会社を後にする。それからしばらく私は落ち込んだ。長く勤めてきたのにこんな不当解雇をされるなんて思ってもみなかった。営業成績も良かったし会社に貢献してきたつもりだ。しかも信頼していた社長ではなく他の人物によって解雇されるなんて悔しくて涙が出る。でも落ち込んでいる暇はない。転職先を見つけないと。私は何とか自分を奮い立たせる。すると私のスマホに着信が来た。電話の主はライバル会社の社長霊則、りょうさんだった。会社に電話をしたら私が退職したと知ったので直接電話をくれたという。数日後、私はライバル会社に出社した。というか、ここがこれからの私の職場なのである。あの日、りょうさんに電話をもらい、そういう事情ならうちに来ませんかと言ってくれたので、社長と面接の上、正式に雇ってもらえることになった。給料は今までよりも上がり、さらに営業成績によってはボーナスも入るというので、私は今まで以上に意欲が湧いてきた。それから2ヶ月が過ぎた頃、業界でのちょっとした交流会があり、りょうさんと出席することになる。すると、前の会社からは拓也が来ていて、拓也は私の姿を見かけるなり、こちらに寄ってきた。お前まだこの業界にいたのかよ。まあ、中卒じゃ他の仕事もできないだろうしな。ニヤニヤしながら言う姿に腹が立ったが、りょうさんが間に入ってくれた。ユナさんは今、うちの会社の社員です。私の部下に失礼なことを言うのはやめてもらえますか？そう言うと、拓也はりょうさんの顔をまじまじと見る。りょうさんが誰だか分かったようで、次の瞬間、拓也は私を怒鳴りつけた。お前、うちを辞めてライバル会社に行くなんて何考えてるんだよ。なんだ？お前スパイだったのか？だからお前が辞めた後、会社があんなことになってるのか。あんなことって？拓也が何のことを言っているのかわからず、私が思わずつぶやくと、拓也が続きを話し出す。お前が辞めてから売り上げが落ちたんだよ。対応できないなら契約をやめるとかいろいろ言われて、顧客も離れていった。それに従業員だって辞めていった。全部お前が仕組んだことなんだろう。そう言われて私はブチギレる。離れていった顧客って多分私が苦労して契約してもらったところですよね。私は何度も足を運び相手の要望に寄り添うよう営業してきました。引き継ぐ間もなくクビにされたなら、そういった顧客が離れていくのは当然のことじゃないですか。それと従業員に関してはあなたのせいでしょう。私だってあのままあの会社にいたらあなたが嫌で辞めてましたよ。仕組んだわけじゃなくて必然ですね。あなた従業員の名前覚えてました？あなたのお父様は必ず入社の時に面接をして顔と名前を覚えていたし、気さくに名前を呼んで話しかけてくれましたよ。お父様がそうやって築き上げてきた従業員との信頼をあなたがぶち壊したからでしょ。私はずっと言いたくて言えなかったことを口にする。溜めていたものが爆発してしまったけど、気分はすっきりした。次の瞬間、私の背後から懐かしい声が聞こえる。拓也、お前は何をやっているんだ？この声は、前社長？私が振り返ると、そこには女性に支えられた前社長が立っていた。ゆっくりとこちらに歩いてきて、私の前で立ち止まる。私の方を向き、頭を下げ出した。拓也が本当に申し訳ないことをした。君をクビにするなんてありえない。前社長は、ようやく外出ができるようになったそうだ。しかし、会社に足を運んだら、見知った顔はほとんどいないし、売り上げは散々だし、どうなっているのか拓也と話をしに来たらしい。拓也は父親が外出できるようになったと知らなかったらしく、青ざめていく。違うんだ。これには訳があって。
俺は父さんを越したかったから、今までの会社の体制じゃダメだと思ったんだ。拓也は何やら言い訳をしているが、前社長は激怒。私が作り上げてきたものを全部壊して何をやっているんだ。しかもお前は何を勘違いしているのか、自分が社長に就任したと思っていたのか。私はその言葉に驚きを隠せなかった。前社長の話を聞くと、拓也には会社の様子を見てきてほしいと言っただけ。社長の座を譲る気はない。拓也には何の権限もないということらしい。私は前社長に拓也の会社での様子を聞かれたので、ありのままを話した。当然前社長はご立腹。お前は二度と関わるな、と拓也を一喝した。前社長はまだ仕事復帰はできないので、その間の社長代行を娘、つまり拓也の姉のマリコさんに頼んだという。それは今、前社長の横で支えている女性のことだった。マリコさんは私に挨拶をした後、りょうさんと親しげに話している。二人は幼馴染だそうだ。彼女は結婚する前は父親の社長秘書をしていたらしく、今は子供も大きくなったからと社長代行として復帰するという。拓也は姉には逆らえないようで、しぶしぶうなずいた。でも、なぜか拓也は私のことを睨んでくるので、私、何かしましたか?と言ってやった。自分が叶わない父親や姉に囲まれて、怒りをぶつける対象が私しかいなかったことは分かっている。拓也は答えずに睨んでくる。私はそれが気に入らなくて口を開いた。私、不当解雇であなたを訴えます。それを聞いて、拓也はようやく慌て始める。だって、明確な理由もなく、中卒ってだけで即日解雇なんて、どう考えたっておかしいですよね。しかもあなたは社長のふりをしていたなんて、たちが悪い。私たち従業員は、みんな騙されていましたよ。でも、実際あなたには、何の権限もなかったんですよね。小さい会社だからって、お父様が頑張って築いてきたものを壊して会社を乗っ取ろうとでも思ったんですか?だったら一から自分で会社を立ち上げたらどうですか?全部自分の責任でやってみたらいいと思いますよ。拓也は子供のように口ごもった。結局、拓也は私や他の従業員たちに慰謝料を支払うことを前社長とマリコさんに約束させられる。拓也はそんな金はないとごねていたが、だったら前に買ってやった車を売りなさい。それなりにまとまったお金にはなるだろう。もう私はお前に援助はしない。と前社長に言い切られ、拓也は涙目になっていた。後日、私の手元には本当に不当解雇の慰謝料が支払われた。他の従業員たちにも、マリコさんが拓也を引っ張っていき、謝罪させたそうで、その慰謝料はかなりの額になっただろう。でも、約束通り拓也の車を売って、足りない分は、前社長が立て替えて、全部本人に返済させると約束した。拓也は会社から出ていき、社長代行のマリコさんが、前の従業員に頭を下げて呼び戻したそうで、前よりも規模は縮小しているが、拓也がいた時よりは全然マシな売り上げになったという。私が前の会社に戻ることはなかったけど、マリコさんとも交流ができた。それから1ヶ月後、私とりょうさんはマリコさんに呼び出される。で、二人はいつ結婚するの?と、いきなりマリコさんに言われて私は戸惑った。りょうさんと交際なんてしていないし、どうしてそんなことを言われるのかはわからない。しかし、マリコさんは、りょうさんが私のことを好きなのは明白。まだ付き合ってもいないなら、さっさと告白くらいしなさい、と言った。いつもは沈着冷静なりょうさんが、その時ばかりは顔を真っ赤にする。そして私は、りょうさんから告白をされた。まさかこんな展開になるとは思っていなかったけど、一緒に仕事をするようになってからずっと憧れていた人なので、私は首を縦に振った。
その頃拓也は一人暮らしをしていた実家所有のマンションを追い出され、どうやらファミレスでアルバイトをしながら安アパートで暮らしているらしい。その生活に耐えられずによく実家に連絡が来るそうだけど、社長が許さないので帰って来られないという。私はあの後、仕事のパートナーだったレオさんが人生のパートナーになり、今度の結婚式に向けて幸せをかみしめているところだ。